どうもタブヤンです。薬満天国続きやっていきたいと思います。なんとか京都で勝てました。今回はモスクワで対戦したいと思います。参加費200ドルは変わらず、クリア条件先にトータルプラス50を取る。なかなか面白いルールですね。っていうことは半チャンの回数じゃないんだ。 OK、参加費200ドル払っていきたいと思います。動画はね、ハンチャイ1回ずつ区切りたいと思います。あずまかっくん、つもり一発さんは前回と変わらず、マジャンスキーさん入ります。さあ行きましょう。まずは出親が私、毎回出親は私なのかな。あ、でもサイコロ振ってっていうことだよね。デキメンツはマンズで一メンツ、しかもドラの数万ありますよ。行きましょう。さあ、なんかみんな打つの早いな。おっと、いきなりポン。おっと、トン。マジで。マジャンスキーさん。なんか、あ、ごめんなさい。なんかすごいことになってるけど。出親の私に。歯向かってきましたね。あ、これでもあれか、想像集めてる感があるね。想像切るのやめようか。ポンされそうだ。うそー、全部自敗じゃん。なにこれ。トーン1曲からプラス50とかないだろうな。100万とか。え、でもチューンは捨てたね。第三弦じゃない。とりあえずこの想像は捨てるのやめましょう。いきなり大変なことになってるぞ。ガンガン想像捨ててるじゃん。言いそう。何これ。私も混乱してローピン切っちゃったよ。参ったな。チーピン。クモ。派手だけど、それで終わりだったんだ。嘘。ハク、ハ、ハツ、ハク、トン。ゴンニ。おやっかぶりだ。いやー、マジャンスキーさん、デビュー戦で、なかなか面白いことやるね。ハクがあんこ。ドラは三蔵、あ、三万。想像で1メンツできました。おお、もうこれで3メンツできました。なんか早そう。789、いらん。ローピンかパーピン来てくれたらな。おお、こっち来たか。456、78、リャンゾー切っとくか。チーピンか。サブロー9層。あ、9層振り点だ。振り点どうしよう。あ、リーチ早い。マジャンスキーさん強いな。パーピンなんか危なそう。パーマン切っとくか。あ、パーピン大丈夫。パーピン、リャンピンの方が危なそう。456778、まいったな。嫌だねこれ。もう白切っていこう。白切っていこう。これはウーピン大丈夫。ピンも大丈夫。急走。ハク切っとこ。ウーマンも大丈夫。残り14枚。あ、私、ウーマン大丈夫なんだよね。
ふぅ、キューピンも大丈夫。お、2、2、3、4、5、6、7、8、まあまあまあ、でももう終わりだ。あ、何か見して。ああ、スーチーソーか。はーい。マジャンスキーさん、やるな。一人で暴れてますね。マジャンスキーさんの親。デギメンツはなし。ドラはチーピン1枚あります。はい。ドラチーピン。おー、6、5、6、7、8。どうしよう、3万1枚拾おうかな。あら、いいピン、リャンピン、なんだこれ。パッソ1枚切ります。あーお、1、2、3、揃いました。パッソアンコ落とし。なんでこうなるの。嘘も切っちゃいけ。もうピンズ来い、ピンズ。パッソをジャン、あ、パッソをジャン島にしといて、いいピンかリャンピン切ったらよかったのか。参ったな、下手くそだ。1、2、3来ちゃったよ。3ピンもう1枚来る。いや、来ないな。これジャントなくなった。はははあ、リーチ来た。もういいピン筋だ、筋。あー、445いいマン、さっき切れた。ロンだって。ロー9ピン、リチドラ1。マジャンスキーさんしか上がってない今んとこね。マジャンスキーさん、モスクワホームで暴れております。ハク初チュンで、ハクがドラ。デギメンツはなし。どうしよう、1、2、3の3式か。もう今1枚切っとこう。1、2、3の3式ということは、ポンしようか。ポン、ポン。1、2、3で4、5だから。でも3層を2枚引いてこないといけないんだな。まあいいか。あら、まあいいっそ。3式無理かな。6、これ8、これ切っとくか。いや、もう4、5切っとこ。6、7、8ピンで1個作って、あ、作らなくていいのか、3式だから。これで。あとジャントがあればいいのか。1、2、3で3ピンとリャンマンが来ることを前提で。来なかったら上がれないという。ドラ切ってきた。うわあ、それチーピン泣く。もう、いや、3式、おお、来た。3式来ちゃいました。これなあ、ローピンパーピンか。なんか捨て牌からしてピンズ集めてそうに見えるから。リーチ、うわあ、来ちゃえ、パン。しゃあ、ローピン大丈夫。おお、ローピン切っとくか。もう3ピン切なかったら上がらないからね。あー、パッソ、パッソ筋。いやー、数
ピンってさっき切らなかったっけ？切ってないか。え？あ、3万か、怖いのは。いけ、ウーピン。スーピン。残り10枚。ローピン？ 9 ピン切れて3ピンは？サブローピンが怖いのか？わかりません。ローソー、もう何でもありだな。あ、ローソー、今切れた。残り6枚。3ピン来なかったね。ふも。あ、イーソーですか。イースーソーですか。イースーソー、へぇ。マジャンスキーさんを止めるやつが誰もいない。トン三曲。デキメンツ一つ、ドラは三万。第一相撲で二面詰め。4、5、5、6、7。いい形だ。おお、これいいね。これは上がりたい。これどっちの方がいいのかな。2、3、3、4。もう揃ってるからこれ捨てようか。わあ、両面ばっかりのいい手ですね。あら、ドラが受け入れられない形になったな。5、5、5、6、7。まあしょうがないか。なんか一番安い手だねこれ。ロー9ピンで9ピン2枚切れてる。なんかもったいないね。受け入れ拒否。根拠はないけど。こっちか。受け入れ拒否。ツモだって。三式ツモドラ1117。めちゃくちゃ強いじゃんこのマジャンスキーさん。一人勝ち。条件がプラスあポンした。お、いいね。それでいいんじゃない。何はポンしても無理だしな。クリア条件プラス50だもんね。デキメンツは総勢で1メンツ。ドラは3万。ということで、高い手でないと意味ないんだよね、この戦いは。そんなことより、1回上がらないとな、マジャンスキーさん。4本番になりましたよ。これ、リャンシありか。リャンシありだから、リャンハン縛りですね。どうすりゃいいのよ、リャンハン縛りって。オープンリーチないんでしょ？ち、本一かなこの人。チュン本一なのかな。3、3、4、5、6。まいったなこれ。上がれねえじゃんでも。ドラ2あるんだけど、どうしようもないなこれ。手がないもんな。リーチのみだと上がれねえんだろ。もういいピンとナンを捨ててタンヤンを狙っていくしかないか。2、3、4、3、4、5。タンヤオだな。ツモ。あ、ツモだって。え、リャンハン縛りじゃないの。違うみたいですね。そうなんだ。チュンのみで上がってるじゃん。でもマジャンスキーさんを流したからよしとしましょう。さあ、あ、私親。あ、違うな。トン3曲ですね。あ、違う、トン4曲か。私出親だもんね。これはタンヤオでいこうか。統一が1、2、3、4。統一。ドラはパーピン。タンヤオの目もあります。ああ、これチートイツか。おお、来たね、リーチ。一発怖いな。
初恋やけど捨てちゃえ。ああ、ウーマン、なんだかなこれ、ウーパーマン怖いな。俺も切っちゃえ。こっちも上がってないんだ。あ、リャンマー、ツモ、ツモ、うわそんなど真ん中リーズモドラさん強烈。いや、みんな1回ずつ上がって私だけ最下位。モスクワ手ごわい。2018年ロシアワールドカップのこの年、モスクワで苦戦しております。デキメンツなし、ドラワーキューピントン4曲。とりあえず自敗整理しようか。マンズでやっと一メンツ。うー、ドラきた、ドラきたけど使い道が難しい。マンズが伸びてますね。456781、一通の目もある。もうこれはドラ切りましょう。4万とか9万来たらチーするけどな。うわー、ドラ来た。456か。ふう、どうしようかなこれ。もう E 万1通諦めるかね。お、安く上がろうとしてるんじゃないの。やっと形になってきたのに。おお、いいペイコー。サブロッソーですね。リーチしよう。え、あ、ロンですよこれ。なんで上がれなかったの今。三蔵でバグじゃないの。345678。私の上がりがなんか飛ばされたんだけど、意味わかんねええ、リーチタンヤオでいいんじゃないの。三蔵でね、4、5、6、3、4、5でしょ。意味わからん。いや、今の納得できないよ。羽マンだって。いや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 、その前に上がってるしさ。箱割れって。いやー、おかしいでしょ。なんで？なんかね、ちゃんと下ボタン押したんだけどな。ということで、納得いかない負けなってしまいました。いや、今上がってたのにさどういうことなんでしょうか。いや、実況で沈黙してしまいましたね。どういう、ちょっと気分を切り替えてもう一回いきましょう。トータルプラス50だから、マジャンスキーさんがプラス39か。なんとか勝って勝って勝ちまくればね、これハンチャン2回とかじゃないから頑張りたいと思います。それではまた、さよなら。そして3位以内に入らないとね、次の街に行けないみたいなんで、頑張りたいと思います。